もゆぴーです。オカリナです。ご飯の後にいかがでしょうか。おかずクラブです。今回はおかずクラブの理想の男性像を作ってみたー、本日は、私のお家ではなく吉本本社の教室で撮影しております。はい、そうですね、久々ですね。元小学校だからね、黒板がある、そしてチョークもありますんで、うん、これでね、ちょっと私たちの理想の男性像、はい、おかちゃんの理想の男性像、確かにあんま分かんないかも。ゆいぴーも分かんないよ。あんだけいろんな人、確かにいろんな人好きになってるもんね。いろんな人好きになってるし、ここ好きになったタレントさんとも共通点がないし。確かにザックバランだよね、確かにね。好きになった人が好きになった人も、うん、なんでいつこのタイミングで好きになってんのっていう人は。確かにそうか。じゃあ、今回は一人ずつっていうんじゃなくて、うん、二人でこういうのだといいよねっていう、二人の男性、この理想の男性像を作っていくって、うん、だから交渉次第でちょっと変わるかもしれない。ちょっと譲歩したりしないと、ね、じゃあまず、どうしましょう。身長これくらいだったらいいなーなんて。身長高いってありがたいよね。あら、なんで。だって、背ちっちゃいじゃん。誰が、お母ちゃんが。私低いすぎる。お母ちゃん何センチだ。151とか2だから、ね、158。背高い方がかなんか理想だったら背高い方がかっこいいなって思っちゃう。え、じゃあ190センチとか。ちょっと高すぎる。いや違うんです。具体的に言わないと180センチぐらいあってほしい。え、190は嫌でしょ。でもさ、180センチあるとさ、いろいろ大変じゃない。なんかその自分からキスできないんだよ。え、できてある。シャボンとか151の人がさ、180の人にってなったら29センチ違うわけでしょ。どうするの。定規分だよ。ジャンプするしかないじゃん。ピャッ。え、なんで。じゃあゆいぴーは。私は178。具体的だな。180以上あるとちょっと誰かいた、大きすぎるかな。あ、そう、うん、やっぱ私やっぱ漫画とか見てるから、やっぱ180センチあるとかっこいいなってやっぱ思っちゃうからかも。あ、なるほどね。178でも全然かっこいいよ。まあ確かに170センチ以上くらいがいいのかな。ね、そうだね。センチとかくらいが、なんかあのやっぱさ、身長差って13センチくらいがいいって言われる。いや、そうだけど、なんかその13センチって言うよね。なんかさ、最近さ見たやつさ、170センチぐらいの人ってさ、うん、やっぱちょっとプライドがすごい高いって聞くからさ、高いか低いかの方がいいって聞いたの。なんかその高すぎるか、うん、高い170前後の人ってなんかその170だって言い切ってる人はっていうのを話で聞いたことがあるから。どういうこと。俺は170あるんだぜってこと。あ、まあ、そう控えおろうみたいなこと。じゃなくて、なんかその それより全然低いって言えるぐらいの人の方が、そのプライドがそんなにないっていうって聞いたから。私逆に低すぎる方がなんかあのプライドが高いってプラダを着た悪魔で言ってたからさ。あ、そうなの。そうそう、身長が低い男はプライドが高くて嫌ねみたいなこと。でも確かに背高い人の方がなんか謙遜してるイメージはあるけど、なんか、なるほど、なるほど。普段から人見下ろしてるから別にそんなに、うん、でも身長高すぎるとさ、うん、映画館とかで気になんない。なんかたまにね、そうだから前の方の席取らない方がいいんじゃないかとかやっぱ思っちゃうな、ね、後ろの人に迷惑かかっちゃうじゃん多分。あ、具体的だな全部。じゃあ170センチ以上とかでいいですか。そう、175センチ以上、そうね、くらいでいいですかね。あ、それじゃあ175センチ以上、はい、書いてあります。すいません。まあ、理想像ですからね。なんかこいつらが何言ってんだなんてね、怒らないでほしいなって思ってます。よいしょ。会長。やめてよ。不愉快。不愉快だよ、本当に。目充血してるし。本当に寝たの？寝てないんじゃない？私昨日、うん、めっちゃ寝てた。信じられないから充血してるよ。本当？多分あれだよ。9時から10時間寝てる。うん、お母ちゃん9時間10時間寝てます。でもめっちゃ走ってる。めちゃくちゃ充血してる。なんでだろうね。下半分が充血してる。どうしてだろう。ちっちゃかった。さあ、ということで170センチ以上だとなんかいいなって思うなって感じ。かっこいいなっていう。だってうちらが大好きなさ、大沢たかおさんもそれ以上あったもんね。背高い人いいよね。なんかこう背高いだけガシッていきたいよね。背高いだけでなんかかっこいい感じがするじゃない。なんかそのなんか服も決まる感じが。そうそうそう、おしゃれじゃない、ね、きっとさ。わかる。手足も長いし。じゃあちょっと、いっちゃうか、うん、顔面。上から行こうね、顔面どうですか。お肌綺麗な方がいいね。肌綺麗なの大事だよね。ねえ、そうだね。わかる。すっげえわかる。綺麗な方が良くないのか、肌って。
まあそれはね、うん、なんて言うんだろう、陶器みたいな肌だと嬉しいね、うん、ありがたい。それは触った時にあーなるほど、触った時にか。でもなんか見てても、うん、わあんまりなんて言うんだろう、凹凸とかがないなっていう、なんて言うんだろう、ちゃんと気を使ってる人がいいな。でもちゃんとそういうのなんかさ、天然肌が綺麗な人の方がさ、なんか生命力が強そうじゃない。そのなんていうかさ、やっぱりさ、お肌が荒れちゃうってことさ、やっぱお肌が弱いってことじゃ、やっぱりさ、その何もせずとも綺麗な人たまにいるじゃん。なんかそういう人やっぱ生命力の強さも感じるし、見た目的にも綺麗だし。生命力求めてんだ。いやだって自分より、だって自分より長生きしてほしいもんだって。お母ちゃんはそういう派なんですよ、うん、肌はでも綺麗に越したことはないかも、うん、肌は綺麗で、で色白だといいな。うち、あ、でも黒くてもいいかもな。どっちでもいいわそれは、うん、ただあの造形ですよ問題は。かっこいい方が、かちゃんはイケメン食いだから本当に、かっこいい方が、イケメンじゃないと無理だから。ぼーっとしちゃうもんね。だってかっこいい人だったらさ、ある程度許せない。かっこいいとさ、わかる、それ言うよね。だってさ、顔がなんだこいつってなりそうじゃん、うん、まあ優しいから付き合ったってなったらさ、かっこ、顔かっこよくて付き合ったら、まあまあ顔かっこいいしなって何個か許せそうじゃない。その顔かっこいい人と結婚した人みんなそれ言ってる、うん、本当にどんだけ腹立ってもまあこいつ顔かっこいいから、うん、顔好きだしなっていう。なんかでもさ、いくら顔かっこよくたって年を取るわけでさ、かっこいいとかじゃなくなったりする人たちだっていっぱいいるじゃない。その辺だから、ある程度気使ってる人がいいかもね。やっぱそうだよね、肌とかもそうだけどさ、うん、身だしなみをしっかりしてる人がいいな。若さに執着しすぎてない人がいいかも。顔な、まあ、かっこいいに越したことはないよな、うん、でもかっこよくなくてもよくない、個性的な顔だったら。自分の好きな顔だったらいいけど、ね、自分の好きな個性的な顔だったらいいよ。2人の理想の顔は誰、その理想像で芸能人で、私は松田龍平さんかな。うん、私松田翔太さん好きだったけど、兄弟二人で松田家を行く、松田家を、はい、どうも狭いとこで、うん、そうなんですよね。あんだけ種類違うのにね、うん、顔、ちょっと歌舞伎っぽい顔が好きなのよね。ちょっと役者っぽい、うん、歌舞伎役者っぽい、あのなんて言うんだろう、色白でさ、うん、ちょっと切れ長の目っていう、あ、切れ長な感じ、ね、なんか素敵、目が大きいとか切れ長の人の方がなんかかっこいい感じがあるよね、うん、やっぱ和服似合う人好きだもんね。そうね、そうね、スーツ似合う人もいいね、うん、そういうのもあってやっぱ身長高いとスーツ似合いやすいよね、なんかね。あとやっぱある程度のガタイが必要なんだよね、スーツ似合うってさ。細すぎるとあんま似合わないというか、いや、細すぎてもかっこいい人はかっこいいよ。その自分のサイズ感とかフィット感とか分かってめっちゃオシャレなの着てる人は、あ、めっちゃオシャレだなってすごい、まあ顔はそうだね、松田龍平さんか翔太さんみたいな感じだといいね松田家の DNA を感じる顔ね。松田家の DNA が入ってる顔いいね、すごくいいと思う。DNA を感じる顔ね。ああいいね。入ってるだと断定しちゃうから、ね、断定しちゃうからさあとはじゃあそうだな、体格大事よ。体格は大事。やっぱちょっと生活すべてを全部筋肉に振るほど筋肉に寄ってる人はちょっと嫌だね。ああいい、そうね、いらっしゃるよね、そういう方いらっしゃるじゃない、その、はいはい、見る分には楽しいと思うんだけど、一生生活してて苦しいと思うんだよね、その筋肉を大事にしすぎてる人たちって分かる。あのそのなんか腕周りが太い、きついからずっとタンクトップっていう人たちね、あの主食サラダチキンみたいな人たちは、見てたりとか友達とか楽しい分にはいいと思うんだけど、ずっと一生きついなっていう。やっぱ大会前絞るでしょ、楽しめないもんね。一緒に食事を楽しめる人の方がいい、いいなって思っちゃう、うん、でも自分も健康志向になりそうな気もするけどね。影響されるじゃん、きっとそういうパートナーって。だからまあやりすぎは確かにうっと思うけど、ソフトマッチョはいいよね、まあ、すごい、ちょっとソフトマッチョ、ね、鍛えすぎてない感じで、あの人の食事に口出さない感じの人がいいかな。口出してほしくない、嫌だよ絶対。筋肉の人めちゃくちゃ言われるよ絶対。あーこれ、あー今ちょっと筋繊維壊しちゃったよね、今の食事の仕方じゃ。え、睡眠時間これぐらいなのとか、え、水盛りな、そんなやつと付き合わねえだろ誰も。いや、わかんないけど、そういうのじゃなくてさ、そういうのがない方がいいなっていうだけなんだ。確かに意識が高すぎるのもちょっと考えられない。そうそうそうなのよ、ついていけない意識高すぎたら。そういう人たちってでも人にあんま口出してるイメージないけど、
どうなの、なんて言うんだろう、自分がすごい大好きだから、結構自分でやってるから、あんまり人に求めるイメージないけど、うん、口には出さないけど、思いそうじゃない、うん、なんかその、まあ、思ってはいると思うよ。他人には言わないけど、彼女には言いそうじゃない、なんかそういう人って。そういう彼女になりそうだよなと、そういう彼女が寄ってきそう、うん、意識高い系、ジムで出会いました。だからソフトくらいがいいんじゃない、確かに。やりすぎじゃなくて、ね。わあ、でも、がっしりしててもよくない、うん、なんかラグビーみたいなさ。確かに。力持ちとか楽しそうだよね。意外とああいうのもいいよね。やっぱ肩とかに乗せてもらえるぐらい力持ちっていうのも憧れはあるのよ、やっぱり。お姫様抱っこ。あ、いや、こうだくん。俵みたいに持ってもらいたい。あ、じゃなくて、わかんない。トグロ。あ、そう、そっちの、そっちの方ね。そうでしょ。何のように。何のように。乗せてくれるぐらい力持ちっていうのにも憧れはあるよ。かちゃん乗せるってなると、マジで、ハルクとかだよ。なんか楽しそうではあるよ、そこら辺は、そういう。生きていく上で。私はね、うん、細すぎるのは嫌なんだよね。確かにね、細すぎる。ガリガリなのが、本当に、なんて言うんだろう、苦手というか。あ、そうなんだ。もう骨と皮みたいな人いらっしゃるじゃない、なんか、うん、望んでね。うん、でちょっと、どうしてもなんか、うん、うちでも倒せちゃいそうというか、やっぱり自分より強くあってほしいんだよね、なんか女心としては。確かにね。私、今の私よりよ。うんだからちょっと結構強いエビって。いやでも、なんて言うんだろう。でも男の人の力ってやっぱさ、うんまあ、平均の男性の体型の人と私が戦ってもやっぱ勝てないと思うんだよね、私は。って何よっよまあまあいい戦いすると思うよ。しねえよ。普通の体型で50キロぐらいの人でしょ。しねえよ。勝つよ、多分。タックルとかで私に負けない感じのね、やっぱ。人がいいな。なんかやっぱ男らしさを感じたいんだよね、体格で。確かに、ね。なんか、わかる？女性らしいじゃん、細いって。だから、街でさ、変なチンピラに絡まれても、うん、なんか守ってくれるレベル。で、強い方がいい。なんか、イチャモンつけられてさ、ヘコヘコされてんのとか、あ、でもそれも時には大事なんだけど、守るためにね、女の子。だけど、ちょっとそれにもなんかこう、戦っていけるようなね、体格とかだと、舐められない体格っていうのかな。なんかね、だとちょっと嬉しいよね、とは思います。はい。私が舐められやすいから、相手も舐められやすいとちょっと困っちゃうんだよね。だから舐められない感じの人がいいよね。ユイピーに相撲で勝てる人ってことある？私に相撲で勝てる人ってことは100キロ以上で、身長が175センチ以上だったらありそうだね、いけそうだね。男の人って強いじゃん、結局。うん、50キロの男の人は勝てないよ、多分。うん、120キロあるけどさ。そうそうそう。私に相撲で勝てる人。50キロはちょっと負けちゃうと思うよ。体格。男だったら70ぐらいは勝てるよ。そうでしょ、そうでしょ、そうだと思う、多分。うん。結局、女子供だから。でも、相手も結構まあがっしりしてる、70で。あ、でも身長高いから70ぐらいあってもいいわね、大丈夫。じゃあ、これは、何でしたっけ？UPA に私に相撲で勝てる。結構普通。それくらいがいいな。私くらいの女に絡まれた時どうすんの？負けちゃう。私が戦うしかないじゃん。上がってきなよっつってだからそうだね、 UP の本気の戦い私見たいよな、関係ないけど。でも強いんだよ、うん、強いんだけど絶対女子に手を挙げない、これ大事だね。確かにね。そうやっぱ一番大事だよね。どんだけ喧嘩してもだよ、うん、暴言吐かないほど。あ、暴言吐かないもいいね。喧嘩した時にカットして暴言吐かない、クソ女とか、うん、死ねとか、あとなんか今どうにもならないこと言わない人がいる。育ちのこととかさ、だから育ちが悪いんだよとか言われたら、はぁってなるし、お前の親の顔が見てみてぇなとか、まあ、言う人がいる、聞くじゃない、そのモラハラとかさ、うん、それはちょっと困る。モラハラしない人、うん、あ、めっちゃいいね、うん、モラハラじゃない人、うん、モラハラ DV じゃない人モラハラしなくて女の人に優しい人にしようか。モラハラ、でも女の人にって言ったら全員に優しくなっちゃうから、モラハラじゃしなくて、自分にだけ優しい。あ、でも、いやでもみんなに優しい人がいいの。嫌じゃない、だって。いや、もちろん、いや、そんなことなくて、そう、誰にでも優しいのでも嫌じゃない？どの女の人にも優しいの、ちょっと結構嫌じゃない？そんなことない？なんか自分にだけ特別な部分もありつつ、女性を一応なんかリスペクトしてる感じの人。それそれ、あ、いいね。女性をリスペクトしてる人いいね。お母さんには勝てないって思ってる人。かといってマザコンではない。いや、そうなんだよね。モラハラ。行き過ぎちゃダメ。両親と同じ家に住もうって言ってくれました確かに嫌だよね、お母ちゃんはどう？やっぱ嫌？
どっちなんだろうと思ってたの、あんたの考え。私、あんただったらさ、家族全員愛してあげそうだなと思ったけど、どう？苦痛。やだよ。でもめっちゃ仲良くなるかもよ。あら、まきちゃんって言って。いや、だって、はい、煮物煮転がし。だってさ、美味しかったわ、殻の。定期的に会うんだったらさ、洗っといて。いや、クスッとした。ってある程度距離が近いと人を嫌わせ、嫌いになったら嫌われたりするから。店大中だ。いや、絶対嫌だ。無理無理無理。で嫌いになるのも嫌だし、嫌われるのも嫌だし。なるほどね。距離感って大事だと思う。同じ敷地内とかだったらまだいいかも。もちろん。性格は？性格。明るい人がいいな。確かにそうね。一本気な人がいいな。ポジティブ。一本気とは？なんか夢に向かってまっすぐとかさ、なんかあどうしようこれもしたいあれもしたい。あーってならない感じで人がいる。あれもしたい、これもしたいって言うの。なんだよね。なんか、あの時あれをやればよかった。そう、仕事に関してもそうだけど、あれもやればよかった。これもやればよかったって。本当はこれがしたかったんだよね、とか。一回だったけど、ずっと言われるときつくないってちょっと思っちゃうというか。おお。じゃあやってみろよってちょっと思っちゃう。芯のある人。そうだね、なんか。おー、なるほど。芯があって、ポジティブで。ポジティブは絶対大事。で、時に叱ってくれる人大事じゃない。あそう、結構考えもきっと似てくるしさ、一緒にいるとさ。でもやっぱ違うところは違うよって言えるのってやっぱ家族とかね、近しい人じゃない。それ以外でそういう存在が言ってくれると良くない。で言った後別に納得されないよ、うん、確かにそうだったかもって思える人がいいよね。確かにリスペクトできる人がいいね。うん、どう？リスペクトできる人。リスペクトしてなかったら言うことも聞かない、たぶん信頼でポジティブでリスペクトできる人できる人がいい。完璧な人間だね。うん、みんながいそうかもね。ああ確かに。あと自分のことをないがしろにしない人がいい。あ、それはそう。自分って私のことじゃなくて本人のことをね、いるよね。ないがしろにする人、夜更かしして遊び回ってみたいな感じの人はちょっと嫌だな。だからタバコ、酒浴びるようにさ、うん、飲んだりさ、吸ったりする人が嫌。うん、私タバコ吸う人無理。もう 100% 無理。タバコ、例えばベランダで吸ってるとかさ、うん、あの換気扇の下で吸ってるからいいでしょとか、そういうのじゃなくてマジで無理。もうやってるやつが無理。やってるやつが無理。違う、タバコの 吸い始めの成り立ちというかさ、タバコを一発目で吸って美味しいって感じる人ってほぼいないんだって。にもかかわらず、ただかっこいいっていうだけで吸い始めた、その思考がまず無理って感じ。でもさ、タバコでの場でしかできないコミュニケーションっていうのはやっぱあるみたいで、それは羨ましいなとは思う。タバコ吸う人たちがそういう場所でちょっと喋るというか。だけどもうちょっともうそれが無理。だって我慢して吸ってたんだよ、多分。苦しいけどかっこいいってだけで。そう、吹かしたくて。ふーとか言ってさ。しかもそういう人たちってさ、なんかその、喫煙所の外で吸ったりとかさ、歩きタバコしてたりとかさ、まあ、その人たちが全てではないけど、マナーの悪い人を見ると、やっぱりそういう人なんだなってこっちはやっぱ思っちゃう、吸わない側は。そういう人も多いからね。多いなって思っちゃう。そういう人のせいでマナーを持ってる人も、多い。肩に迫り、思いしてるかもしれないけど。確かにね。あれ、岡ちゃんも。でも捨ててもいいよ、岡ちゃんも。私は、そうだね。ヤニとかは気にしてほしい。なんかそういう。嫌じゃない。歯、ヤニだらけとか。うわ、さあ、さあ、さあ。すごいしてるよね、たまにね。真っ黄色みたいな。あ、気にならないのかなってすごく思っちゃう。それこそさ、じゃあ家で吸うにしても換気扇とか、うん、ベランダだったら OK？ いや、よっぽど好きな人だったら別にいいかなって。いいんだ。だって嗜好品だし、なんとも。副流炎とかでさ、自分が病気になっちゃう可能性あったんだよ。でも結構好きな人だったら別にまあ、まあそういうもんだろうって。吸ってる姿も好き？かっこいいもんね、だって吸ってる姿ってさ、匂いとかあれが嫌なだけでさ。あと、歯医者に行かない人やだね。歯医者に行かない人やだ、ね、やだ。いっぱい溜まってって歯医者に行かない人嫌じゃない？歯の痛みをさ、やっぱ自分で治せないって聞いてからさ、災害になった時どうすんのって思っちゃう。それもそうだし、歯に関してだよ、うん、だってさ、彼氏彼女でさ、ま、キスするわけじゃん。にもかかわらずそこ無頓着ってさ、汚くない？普通に考えて。ないがしろにされてんだな、自分自身もって思っちゃうかも。清潔感大事だよね。趣味とか。趣味か。
正直キャンプとかたしなんでてもらえるとすごい嬉しいですね、はい、一緒に行きたい一緒に行きたいしもう本当に夢の話だけど子供を持った時にみんなでキャンプとか行きたい、うん、超楽しくないそれってバーベキューしてそれってすごい楽しいし親戚が増えたら親戚みんなでも行きたいしなんかね、八代さんなんか明るい家庭がいいよねなんかその、うん、八代優さんの話ね聞いた時になんかその八代さんの家族、親戚みんな明るいんだってすごい、八代さん自身も明るいんだけどあのコロナの時みんなでオンラインカラオケ大会みたいな人最高じゃないそれってそういうのいいなと思ってさそうそう楽しいのがいいんだね、指は、うん、うん、あ、でも室内でもボードゲームとかみんなでしたよ、うん、ドンジャラと人生ゲームとか友達が多すぎる人ちょっと嫌かも、私あー私がその、そういうタイプじゃないからその紹介されるのがそう、なんかこれ、彼女のマキよろしくしてやって絶対合わないよって、そういう人と仲良く私が難しい、できないからマキちゃん、こんにちはてか、なんかさあと、おしゃれすぎる人もちょっときついなあー、おしゃれすぎる人ねなんかその、なんて言うんだろう、そのなんだろうラウンジで飲んでますとかさなんかそういうあ分かるなんかそのマキちゃんも来なよ今みんなでラウンジ飲んでる楽しめる気がしないんだよねそのクラブとかいやハマったら楽しいのかもしれないけどそれ嫌だねクラブ嫌だねなんか友達が多すぎる人ちょっとなんかいちいちえ誰誰ちゃんと行くのえ誰誰ちゃんと飲み会ってなんかいちいち気をもむ気がしてえそれはどういう、あれ、自分が行くのかってこと行くのも嫌だし、そういう友達が多すぎる人って、女友達も多いじゃん。分かる分かる、そうです。え、今日、あの、昔からの仲間と飲みとか、一回、二回出たいけど、毎回ちょっと勘弁してよって、なんかちょっと思っちゃう。なんか怪しんでる。あ、なんか嫌な気持ちになる。なんか何にもないのかもしれないけど、その、嫉妬。嫌じゃない私がそういうのがない、全然男友達がめちゃくちゃ多いタイプだったら気にならないんだと思うんだけど、合わない。嫌だなってちょっとやっぱ思っちゃう心配も増えるし、ね、うん心配はしたくないよね確かにだって見てこんな人だよ心配でしょかっこいいよね自分のことなんで好きなのかもよくわかんないぐらいの実力でもさ友達が多くてもちゃんと住み分けできてる人がいいよね男友達が多くてで女友達はやっぱ確かにあんまそんないない方がいいけどでもなんて言うんだろう、まあ、最低限いてで男友達もいてでその人たちと仲良くなってたら方がいいってことも多分あるんだよ ね、まあ、ねもし2人が喧嘩した時に間を取り持ってくれたりとか修復する時になんか助けてくれたりとかもするみたいゆいぴはほら友達が多くても大丈夫なんだよいや私そんなに友達が多いわけじゃないから嫌だよ女の人ばっかはさすがにただいろんな人と関わるってことはいろんな考えを知ってるってことでさ、まあ、似た者同士で集まる可能性もあるけどだからそういうのを自分が知らない世界をまあ、彼を通して知ることができるっていうのはまた一ついいことなのかなとも思いますけど私はちょっと友達が多すぎるのはちょっと嫌だなって思っちゃうそれは分かるよいややっぱそのやっぱ多すぎるの嫌だよなんかちょっとやっぱり毎年フェスに行ってますとかなんかそうなって分かる、なんか大学のサークル仲間と今度バーベキュー行くんだとか、うん、なんていうの地元の連れと夏祭り行ってきますとかちょっと私ついていけないなやりすぎはねやりすぎは嫌だねやりすぎっていうか、なんかその多い人たちにとって当たり前じゃん、うん、そういうのってさ、うん、それを私が通ってきてないからちょっときついなってちょっと思っちゃう、うん、いいことだと思うけど、すごく友達が多くすぎない人そうだね、友達が多すぎない人がいいねでもちょうどいい人数くらいがいいねでもさ、多いよね、この感じだとさまあ、いるでしょうねいるよね、だって好きな人めちゃくちゃいるじゃん、その人のことでも理想像だからそっかうん、理想像だから現実にいないから、きっといたらいいな他にもあるあとまあ仕事とか年収あーうわー確かに働いてる人がいいね、うん、仕事かだから土日休みとかそういうことでしょ、多分あーできれば土日休みじゃない人がいいなまあ自分がね、そうそう自分たちが平日休みとか全然あるからそしたらさ、ね、混んでないじゃん遊びに行くの、うん、どう確かに考えたことなかった自由にできる人がいいな、うん、でも外に行ってほしい、うん、家にいてほしくないなんか仕事好きな人がいいなその、うん、なんていうか全部犠牲にしてまではあれだけど、うん、なんかその仕事好きな人大事だねなんかそのやっぱり
さ、ずっと愚痴聞いてるのにやっぱちょっときつくなってくるから、やっぱりそのなんかある程度その仕事が好きで働いてて嫌なこともあるけどぐらいな感じで働いてる人がいいな。確かに仕事はそうだね、うん、いる、ね、世の中にいるか、まあ、あんまりでも仕事楽しみすぎてる人も、そうそうなのよ、そうそうなのよ、そうこう程よくね、そう程よく仕事も大事にしてるっていうか全部ちょうどよくかな、うん、難しいね、バランスいい人とか気持ちよね、難しいね、平均的になっちゃう。でも楽しんでないよりは楽しんでる人がいい、うんうん、でもそっちにばっかりならないでほしいってことか、年収とか、年収は自分より多い方がまあそれはいいけど、うん、でも自分が養えるぐらい働いてて、うん、相手がじゃあもうお母ちゃんを支えるから僕もう仕事辞めて専業主婦になるよ。いやいや、そこまでの解消が私にないからさ、私がバリバリにお笑いやってます、ネタ書いてます、いや、お笑いでてっぺん取ってありますわみたいな感じの考えだったらいいけど、そういう考えでもないから。でも、ゆいきは養ってもいいって言ってたね。まあ普通に、そのなんかさ、最近結構お財布別々みたいな人たちいるって私聞いてびっくりしたんだけど、なんか自分のその稼いだお金の額とかもお互い内緒にしてて、うん、貯金通帳もお互い別々でみたいな、でその必要な分だけ家に入れてみたいな人たちと結婚してる人たちよく聞くから、うん、そういうのでも全然別れた時とかにそれぞれ全然やっていけるような感じの人だといいなと思う。その、まあ、人並みくらい生活できる、何があっても大丈夫そうって、よくないその方が。だってこんな不安定な仕事だからさ、自分たちが、だからそこら辺は自分の分だけでも生活できるくらいあるといいなとは思いますよ。経済的に自立してる人がいいかもね。ね、うん、大事。あと賢い人がいいな、頭良くないから私は。いろいろ物を知ってる、少年の心を忘れないでほしい。うーん、少年の心を忘れない無邪気な人がいいな。あと笑うとこ一緒、うん、マジ大事じゃない、すごい、ね、マジ大事、うん、笑うとこ違ったらもう終わりだよ、うん、はい、ということで、あと、ま、どえ大事じゃない、自分のことめちゃくちゃ好きとか、あ、それ大事だね、うん、何よりも自分を大事にしてくれ くれる と自分もめちゃくちゃ相手が好きっていう、上から言うと、はい、お願いします。笑うところが一緒、あ、でもここからなんだよね、上に返してる、まあ笑うところが一緒、友達が多すぎない、175cm 以上、松坂の DNA を感じ、なんかここら辺の夢見がちなところからどんどんなんかちょっとリアルで、勇気に進むまで語れる人、モラハラしなくて女性をリスペクトしてる人、タバコ吸わない人、歯医者にきちんと行く人、経済的に自立してる人、大丈夫、大事、マジ最高、うん、あれ、髪の問題は髪、髪ヘアスタイル、あった方がいいかない方がいい、いや、それはあった方がいいよ私短髪の方がいいな、気持ちは。やっぱ長いとかよりも、長い人って清潔感ある人もいるだろうけど、基本短い人がいいな、髪は。指は長くても短くてもどっちでもいい。あればいい。あればいい。なくてもそれを凌駕するほど好きだったらまあいいかな。理想だからやっぱ髪あった方がいい。髪あった。両思いで書いておこう。片思いじゃ困るもんね。大先生に両思いはおもろ、やっぱ大事でしょ、大事だよ、ということで、はい、私たちの理想の男性像はこちらになりました、はい、皆さんの理想の男性像もコメント欄で教えてくださいね、ください、それではバイバーイ、バイバーイ。お願いします。